衝撃の当日失格だ。去る現地時間8月6日、パリ五輪レスリング女子フリースタイル50キロ級1回戦で東京大会金メダリストの須崎結衣を破り、そのまま決勝まで勝ち上がっていたビネシュフォ・ホガとインド、だが、サラ・ヒルダー・ブラント、米国、との頂上決戦を控えている現地時間7日朝にまさかの軽量失敗。体重超過で失格となった。画像、選手から不満噴出。 エアコンなしの質素なパリ五輪選手村の全容をチェック一体、五輪出場のレスリング選手たちはどのように体重調整を行っているのか。リオ五輪の女子48キロ級で金メダルを獲得した東坂恵里氏は同日、自身の X を更新。女子50キログラムバインズ、インドが本日の軽量で失格。 須崎選手は敗者復活戦なしで3位決定戦進出ですと今回のニュースに反応した上で、具体的な試合日の流れを解説している。まず同投稿では、1日目計量、1回戦から準決勝2日目計量、決勝や敗者復活戦と2日間とも計量します、と書き始めたと坂氏。1日目の計量後に食事をして水分を取ってリカバリーして試合をします。 翌日の試合が決まったら試合後に増えた体重を規定の体重まで落とすために、また走ったり練習したりしますと説明した。別のポストでは、現役時代の経験を振り返り、選手によって異なりますが私の場合は1日目が終わってから 1.5kg 前後体重を落としていましたとコメント。 リオオリンピックまで行われていた前日計量に比べて試合当日の体重差がないフンフェアではありますが減量の多い選手にとっては過酷です。とも伝えており、かなり大変なプロセスのようだ。思わぬ形でメダル獲得を逃すことになったビネシュ。インド国内でも様々な声が上がっており、しばらくその余波は続いていきそうだ。文、構成、ここからネクスト編集部。